いよいよ日本の防衛対策もアニメみたいな世界になってきたな。アニメの世界って、まさかとうとうロボット兵器の登場とか？違うわ、レールガンだよ。レールガン、レンジ砲ってやつだよ。レールガンってマジでアニメの世界の話じゃないか。そうだよ、日本の防衛省が本気でレールガン開発に乗り出してるみたいなんだ。電磁砲レールガンなんて本当にアニメの世界の話だよね。このレールガン開発は中国や北朝鮮のミサイルに対する対抗策なんじゃないかと言われてるんだ。でもレールガンってアニメでは見たことあるけど、一体兵器としてどうやって使用するんだろ。なんか女の子がビリビリってなって指でコインを引くみたいな。想像つかないや。もうやめろ。でもクラシックは知らないけど原理的には合ってるんじゃないか。そうだね。現実世界ではあまり馴染みがないレールガン電磁砲の原理や開発段階、使用用途などについて見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。電磁砲レールガンなんてアニメの中だけの世界だと思ってたけど、防衛省が本気でレールガン開発に取り組むみたいなんだ。2022年度の予算案では65億円もの開発費を投入。この開発費の金額で日本の本気がわかるよね。各国の軍事評論家の間でも驚いていたようだよ。レールガン開発なんて世界でもあまり聞かないよな。日本が先駆け的な存在になっているってことなのか。これだけの予算を突っ込むってことは、もうほとんど完成の段階まで見えてるってことなのかな。実際にはどの段階まで開発は進んでいるのさ。日本政府が公表した2022年度防衛予算案には電磁力で弾丸を超高速かつ長射程で、低コストで連続で発射することが可能になるレールガンの研究にこれだけの予算を組み込んできたことが明らかになったんだけど、防衛省陸上装備研究所の中にある弾道技術研究部ではすでにレールガンの研究をかなり進めていたようで、2022年からは、さらにそれを進化させていこうとしているそうなんだ。それじゃあ、もう大方レールガンが完成してるってことなのか。65億円の予算がそれをさらに軍事目的に進化させるための予算ってことなんだな。レールガンの研究については、防衛省が2016年には10億円の予算、2017年には21億円の研究開発費計上して、レールガンの試作が行われていたんだよね。当時の実験では秒速2000メートルもの高速で対象物を飛ばせる実験に成功していたそうなんだ。マッハ 5.8 に相当する発射された金属は、どれだけの威力を発揮するんだろうね。今までは弾頭を発射しようと思えば、火薬や爆薬などを大量に消費しなければならなかったんだけど、レールガンなら火薬を使用せず金属を打ち出すことができるんだ。ちょっと待てよ、火薬や弾薬を使用しないってことは、発射した金属が熱感知されずに目標物に到達できるようになるってことだよな。なかなか恐ろしい可能性を秘めた兵器になるよな。火薬、爆薬を使わずにそれだけの速さで飛ばせるんだもんね。敵にも気づかれにくいよね。でもよ、これだけの兵器なら、世界一の軍事大国アメリカならトップに目をつけて開発してたんじゃないのか。レールガン開発に関しては、もちろんアメリカも以前から取り組んでいるよ。すでに多くの実証実験が行われていて成果も出しているようだね。その実験の結果として、マッハ6で射程200キロの発射に成功したという記録があるんだ。さすがはアメリカだな。当初は総合電力システムが採用されていて、レールガンに電力を供給することが可能な、ズムボルト級駆逐艦に搭載する方向で研究が進められていたようだよ。2010年には約10キロの砲弾をマッハ8で発射することに成功していて、2016年にはその試作機を高速輸送艦ミリノケットに搭載して実証実験をさらに進めていくと発表されたんだ。でもその試作機に関しての情報はその後途絶えてしまってるんだよね。ただ陸上での兵器としてのレールガンの開発は進められているようで、秘密裏に試験は行われているようなんだ。アメリカが最新の兵器を開発していくのはわかるんだけど、なんで日本はこのレールガン兵器にそれだけ力を入れてるの？そうだよね。基本はアメリカが新兵器を開発し、それを日本が買って導入していくのが普通だと思うんだけど、防衛省がレールガン研究に力を注いでる大きな理由は、ロシアや中国、北朝鮮の脅威に対抗するための兵器として考えられてるんじゃないかな。中国やロシアはすでに音速兵器の開発には成功しているようだからね。それだけじゃなく北朝鮮までもが極超音速兵器の発射実験に成功しているからね。日本としてはこの脅威をそのまま見て見ぬふりしておくわけにはいかないからね。やっぱりこの3カ国が大きく関係してくるんだな。北朝鮮なんかは頻繁に発射実験を繰り返して威圧してきてるからな。対抗策は必須だよな。中国では2020年に極超音速兵器の発射実験を行ったみたいで、日本とアメリカの両政府の分析では、かなり命中度は上がっていて、
中国の精密誘導技術が飛躍的に向上してきてことが判明したんだ。そしてロシアもこの分野においてはかなり技術が進んでいて、2019年には極超音速滑空体アバンガルドを実戦装備していて、2021年には水上艦から極超音速巡航ミサイルの発射実験を行い、400キロ離れた標的に命中させることに成功したそうなんだ。中国もロシアもそんなに進んでるんだね。いくら日本がアメリカンの同盟国だとしても安心できないよね。そして北朝鮮も2021年に極超音速ミサイルの発射実験に成功したと発表したんだ。2022年に入っても報道で知ってるとは思うけど、連日発射実験を行い成功をアピールしてるよね。これは実戦で使える兵器として完成しつつあると考えてもいいと思うよ。アメリカも日本もレールガンの実戦配備に向けて進んでるようだが、レールガン開発もそんなに簡単だったわけじゃないんだよ。もちろんそうだね。自国の防衛において極超音速で飛行してくる敵国のミサイルに対して既存のミサイルだけでは限界がある。そこでこれらを本土に到達するまでに撃ち落とせる可能性が高い、超高音速で長射程のレールガンに注目が集まったんだよ。レールガンで使用する弾頭は、対空ミサイルと比べて安価でしかも連発も可能だとされているので、一度に多数のミサイルを撃ち込まれても、対応が可能とされてるんだ。でもレールガンの開発において解決するのが難しい問題もあったんだ。一つは日本のレールと弾体が接触しておかないといけないから。高速で発射する上で強大な摩擦力が発生するんだ。これによってエネルギーのロスが大きいことと、摩擦による高熱の発生をどう抑えるかだね。もう一つの問題は、強力な磁場を発生させるのに大電流を供給しなければならないため、それだけの電力をどうやって生み出すかだね。やっぱりこれだけの兵器を開発するのには大きな問題も出てくるんだね。でも日本は他国よりも開発費が少ない中でも、現時点では最先端を走っているんじゃないかと言われてるんだよ。実際に一部の軍事専門家の中ではアメリカよりも日本が高性能なレールガンを開発するんじゃないか、という見方もされてるんだよね。そこは技術力の日本の腕の見せ所だな。開発者には頑張ってもらいたい。いろいろな見方があるんだけど、開発費はアメリカには遠く及ばないんだけど、アメリカが実用化に進んだ時に、それに関与できるように日本独自の技術やノウハウを持っておく必要がありそうだよね。団体の素材開発においては日本の民間企業が持つ優れた技術とノウハウが活かされるだろうし、海上自衛隊の搭載したリチウムイオン蓄電池の技術により、より小型で高性能な蓄電池開発で大電流供給の問題もクリアしてもらいたいと、願うよね。今まではアニメの世界だったレールガンが、実際にお目見えするのはそんなに遠い世界ではなさそうだね。今後の日本の開発現に期待だな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の豆知識コーナー、待ってました。今回の豆知識は、動物だよ。白ヤギさんと黒ヤギさんの歌があるのはみんな知っているよね。白ヤギさんと黒ヤギさんは手紙を読まずに食べるっていう内容なんだけど、実はヤギ紙食べるとお腹壊すらしいんだよね。つまりあの2匹のヤギはお腹壊しまくってるなわら。考えるだけでもあいつらの M だな。とまあ今回は動物編でした。また見てくれよな。いつも見てくれてありがとう。ありがとう。ねえ。ねえ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 。